どうも激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。はい、やってきました。今日はですね、また芝からストリートシリーズですよ。ここの芝からストリートっていうのはね、激辛料理店がね軒を連ねてる通りなんですよ。まあ有名ですよ、激辛マニアの方にはね。で今日はですね、その中の龍翔軒というですね、こちらですね、はい、じゃじゃーんと龍翔軒というですね、この台湾ラーメンが有名だということでね、激辛料理ですよ。ハバネロを使った激辛台湾ラーメンがあるということをね、情報キャッチしたね、今日はここを攻めたいと思います。じゃあね、今日もスーツをびっちょんこにしていきましょう。レッツゴー。アフェイ台湾、台湾、台湾、よいしょ。ジョニーが台湾に来ます。今日もびっちょんこにしていきましょう。はい、というわけでやってきました、龍翔軒さんですね。いやね、ちょっと怖いね。でなんかさっきね、これ見たんですけど、なんかそこに書いてあるんですよ。この辛さをね、3段階に選べると。もちろんジョニーは大辛と、自己責任で、ね、召し上がってくださいと。当店は一切責任を負えませんと。話を聞いたらね、ハバネロがね、大量に入ってると。台湾ラーメンは多分初めてじゃないですか、ジョニーの動画で初めて扱うのは。武者修行みたいなもんですよね。徐々にちょっと東南アジア系を攻めたいなと思います。ということで、じゃあ早速頼んでいきましょう。すいません、台湾ラーメンの大辛、大辛、大辛、やばそうですよ。お、来たかな。お、おー、来ましたね。わー、台湾ラーメン、うわー、すごい赤いね。すごい。これ牛肉ですか、上に乗ってるの。牛肉、わー、これいい、美味しそうだね、これね。これはうまそうですね。あんまり匂いは辛そうじゃないですけどね、結構うまそうですよね。お邪魔しましょうか、台湾さん。行きましょう。辛そう。やっと会えたね、台湾ラーメン。海の向こうから待ってたよ。君のあの刺激的なスパイスと言ったら、きっと世の男はイチコロだね。いただきます。じゃあ行きましょうかね、台湾ラーメンさん。お手並み拝見ということでね、これね、なんか牛肉っぽいの入ってるかな、これね、美味しそうですよね。あ、でも真っ赤っか。ニラとなんかチャーシューみたいな、角切りチャーシューみたいなのが入ってますね。じゃあまずちょっとスープからいってみましょう。これね、いただきます。おお、なるほどなるほど。うまいうまい。なんだろう、普通にうまいっすね。うま辛いっす。多分ね、これね、下の方がすんごい辛いんだと思うよ。これね、お肉、このお肉うまそう。いただきます。うまいね、この牛肉が。これおいしい。斬新ですよね、そのチャーシューじゃない、なんかこれ台湾独特なんですかね。じゃあこの麺いっていきましょう。麺、いただきます。うま辛い、程よく辛みが効いてます。このもやしとかいっぱい入ってる、もやし、ニラ、牛肉のチャーシューみたいなのと唐辛子がいっぱい入ってますね。うまい、うまいわ。牛肉のなんか出汁がですね、スープにもね、牛肉の風味がしてね、まあうまいですわ。この麺に絡みつきますわ、これね。うまい。ハバネロがちゃんと入ってますわ。これあれですか、これ牛肉、ビーフ、牛肉、美味しい美味しい。やばい、もうね、汗がね、汗がいい感じにかいてきましたよ。
この牛肉がね、甘みを感じるんですよ。スープが辛い分甘い。うん、ほら、うまいわ。うまい、うまい。ここで一発いっときましょうか。ここで来ましたー、食器タイム。どう今日もびっちょんこしょ、びっちょんこ決まった。はぁ、あ、やばいね。おぉ、辛い。ここで一肌脱ぎますわ。じゃあ気を取り直していきましょう。よし、うま辛い。やっぱりね、下に行けば行くほど辛いね、これね。これうまいわ、この牛肉。牛肉さん美味しい。うん、合いますね。ハバネロ来てるね。いっぱい唐辛子が出てきた。下に行くと残すとこわずかなんでね。これね、下にめっちゃ埋まってるんですよ、この唐辛子が。ハバネロか、これね。これ最後飲み干していきたいと思います。いただきます。やばい、 GoPro がもうビッチョンコですよ。 GoPro ビッチョンコ。ごちそうさまでした。完食しましたー。オッケー。いや、ま、はい、というわけで完食したんですけれども、劉少賢さんの激辛台湾ラーメン大辛ということでね、もやしにニラに牛肉チャーシューが美味しかったですね。食べても美味しいね。スープでね、スープによく染み込んでるね。スープも美味しいと、二度美味しいと、美味しく食べれましたね。うま辛いですね。じゃあそしたらですね、辛さの判定をしていきましょう。劉少賢の激辛台湾ラーメン大辛、辛さレベル、じゃじゃじゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。6ですよと。はい、まあでもこれ食べ終わった後も、ね、若干こうねヒーヒーしますけど、芝からストリートはね、シリーズ化してね、どん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 芝からストリートね、攻めていくんでね、ぜひですね、激辛マニアの方、台湾ラーメン挑戦してみてはいかがでしょうか。そしてですね、この挑戦に高評価の方は、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。ツイッター等々も更新してますんで、フォローお願いしまーす。ちょっと知名度調査しようかなと思ってね。いや、さすがにね、こんな激辛やってたらね、多分それなりにね、激辛ジョニーもね、それなりに知名度ありますからね。あの、激辛ジョニーって知ってます？激辛？激辛ジョニー、はい、料理、はい、はい、はい、
あ、なるほど。マーボー春雨。なるほど。ジョニーはマーボー春雨ですか。はい。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK。